タミ・キウルは、フィンランド、ミナミスオミ州、バンター出身の元スキージャンプ選手。キウルは7歳でジャンプを始めた。1993年3月28日に、スロベニアのプラニツァでワールドカップにデビューした。しかし、その後1998、1999シーズンまでワールドカップの舞台に立つことはなかった。1995年12月に、 ラハティでの練習中に転倒し、鎖骨骨折と肺損傷の重傷を負ったためである。この怪我の影響で、キウルは1996、97から1998、99シーズンまでコンチネンタルカップを主戦場とすることになった。1999年2月7日、チェコのハラコフで8位となり、ワールドカップへの復帰を果たした。 翌シーズンは当初からワールドカップメンバーに選ばれた。2001年3月17日プラニツァのフライング団体戦チームの3番手として優勝に貢献。翌日の個人戦では5位となった。2003年の世界選手権代表に初めて選ばれ、ラージヒル10位、ノーマルヒル5位入賞、そして団体では金メダルを獲得した。三月十五日ラハティでは ワールドカップで自己初の表彰台となる3位となった。プラニツァの団体戦で再び優勝に貢献。総合で21位となった。2003-04シーズンはついにワールドカップで初優勝スキーフライング世界選手権では個人で銅メダル、団体で銀メダルを獲得した。2005年の世界選手権と2006年のトリノオリンピックで共に 団体銀メダルを獲得。2007年3月に、プラニツァで着地後転倒し、左膝前十字靭体断裂の重傷を負った。8ヶ月後の11月に競技へ復帰したが、ワールドカップに復帰したのは、シーズン終盤の3月であった。膝の怪我は、完全に回復するには至らず、2008、09、シーズンを最後に、現役引退した。キウルは、 スキージャンプに加えて、フィンランドのデータ通信会社ノルディックランワンコミュニケーション委で働いている。2004年4月に結婚、趣味も多彩でアルペンスキーやテレマークスキー、ゴルフや写真などをたしなむ。ありがとうございます。